今日時間長くなりそうですけども頑張ってください。お願いします。撮影しちゃっていいですか。最終組のティーショット、ちょっと左で、あ、大丈夫、キックするかな、行ってみましょう。じゃあ今日頑張ってください。最終組が行きました。さあリンゴルフオープン御殿場各組を撮影して回ります。ここは面白いコースなのでよろしくお願いします。グリーン周りめちゃくちゃ難しいです、ね、です。やっぱドライバーどうしても持っちゃうんで、いや持っちゃダメです、はい、スーパーアプローチ来た、乗っけてきましたね。おー曲がる、おー、ナイスオン乗った、ナイスオンです。お疲れ様です。どうですか皆さん、ご調子は。ご調子最悪ですよしょう、 OK です。いいですね、しょう、いい球、おお、いい球、ナイスショットです。楽しんでますか。あ、楽しいことは楽しいですね大丈夫です。これはいいとこです。キックした、よいしょ、攻めますね、よいしょ、いいスイングだ、ナイスオン。楽しんでますか。楽しんでます、ありがとうございます。2つ後ろ美穂ちゃんじゃないかな、あれ。そうです大丈夫大丈夫、どぐしちゃう、どぐしちゃう、女神にどぐしちゃう、よいしょ、いい球すぎる。今日のリンゴルフオープンどうですか。ぐちゃぐちゃです。あれアウトから来たんですよね。アウトからです。僕もさっき撮影してきたんですけどめっちゃ打ち上げすごかったですよね。あ、そうですね、前半アウトは、よいしょ、強い、風に乗った、プロなんですか、タマプロ、プロの域です。ありがとうございました。名古屋の優勝者でしたすいません、いえいえ、とんでもないです。よいしょ、強い、いい球、いい球だ、ど真ん中、おー、いい球、いいっすね、おー、いい球だけど一番多いイーグル、すごい、あとボロボロです。おめでとうございます。ありがとうございます。イーグル何回目ですか。今年初めてです。おめでとうございます。前半どうでしたか。こんな感じかな、こんな感じかな、やっぱり難しいです。ちょっとね、傾斜ばっかり、打ち上げばっかりでしたよね。そうですね。お疲れ様です。なんかかっこいいポロシャツ着てるじゃないですか僕も書院なんですけどそれもらってないです宮下さん、書院だったんですか。書院ですよ、初めから。マジっすか、うん、アルカディアで動画上げた時から書院です。え、アルカディアの時からですか。はい、お疲れ様です。皆さん上手です。はい、そのオレンジボール、あー、ありがとうございます、はい、よかったですよね。よいしょ、いい球、飛びすぎか、お、まあまあまあ、キックセーフです。よいしょ、じゃあ午後も頑張ってください。ありがとうございます。この前もありがとうございます。はい、あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。わざわざ来てくれて、また、はい、お友達連れてきたんですよね。そうですね、はい、同僚のドイツ人なんですけど今アメリカに住んでます。あの、たまたまあの、うん、出張で一緒に日本に来てましたんで、はい。で、You come here for business、yep. not golf not playing golf but one of the purposes of course playing golf sure. if we can get a chance to play golf then, oh, thank you、yes.あ、なるほどね。感想とか聞いてます。How did you like the Japanese golf? I mean, here, oh, this today. is beautiful. Oh, very nice. Very nice. Fuji. Yeah, Mount Fuji.
楽しんでください。はい。はい、Please enjoy playing. Thank you. Thank you very much. ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスです。お疲れ様でございます。お疲れ様です。今日の目標は？今日はダバードに勝ちます。何打差つけます？10打差。10打差つけましょう。わあ、いい球。わあ。いや、多分大丈夫なんですけど。あ、打ち込み？そう。超ナイスショットです。いいショットだな。完璧っすね。すいません、5番ウッドが火を吹いちゃいました。しゃー、いい球。あ、いい球。大丈夫。いったいった、ナイスショットです。よいしょー。ナイスマンブリです。はい、じゃあ行ってきます。この組は飛ばし屋の集団だな。どちらからいらっしゃったんですか？東京ですね。東京ですか？神奈川です。神奈川、はい、お、心ちゃん会いたいです。心ちゃんに会いたかった。会ったら何言いたいですか？好きです。好きです。もしもし、ちょっと話したい人がいるから変わるね。あ、心ちゃんですか？スピーカーにしよう。声が聞けて嬉しいです、はい、ありがとうございます。頑張ります。はい、ちょっと難しいけど。難しくて、はい、難しいですか？コース難しいです。もう狭いし、すごい初心に戻った感じです。待ってくださいね、残りも。ありがとうございます。心ちゃんも頑張ってください。頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。頑張ります。しょ、いい球。完璧じゃん。師匠完璧。おー、いい球。フィニッシュ決まってますね。完璧。いや、すごい。完璧。本番に強いね。どこ狙ったらいいんですか？あの黄色よりもちょい右ぐらいで、今みたいに落ちていくから下に。しょー、すげえ。師匠、だいぶこの2人うまいっすね。1年しかやってないんですよね。だいぶうまいっすね。1年ちょっとで。はい。です。今日どうでした？あのね、まずちょっと逆光で申し訳ないですけど、逆に言うと、はい、前半はわりかし皆様にとって親しみやすいスコアでプレーできたんじゃないかなと思うと。ちなみにゆっこちゃんもダバードさんに勝つって言って、マジで名勝負です。1打差。1打差？どっち勝ってるんですか？ゆっこ。前半4-8でした。やる競技ね、8だったんで、うん、ちょっとやっぱり。ありますよね、そういうのね。ちょっと主人公感ありますね、やっぱり。あ、田中さん、今日どうでした？はい、いやもうね、狭いっすね。はい、あのドライバー使っちゃったんですけど、調子乗って、はい、そしたら、バンペナとかね、行っちゃったんで、後半は刻み倒したいと思います。刻み倒したい、はい、そういうコースですか、ね、勝ちに行くゴルフ。そう、勝ちに行く。ピナさんにもつきます。うん、ピナさん、今日どうでした？今日は、やっぱり打ち上げとか風が強くて、まあ結構苦手だったんですけど、まあ、ドファン競技者に恵まれて、何をやってないけど。島さん、どうですか？もう絶不調です。やばいよね。やばい、ちょっともうやばいですね。ダバードさんには勝ちましょう。勝ちます、はい、お願いします。頑張ります。ありがとうございました。ご本番お願いします。うわー、ど真ん中、この辺で左に行きました。ちょ、ドライバーで行かないの？全ドラでしょ？だって言うんですから、しょうがないな、もう。だってダバートさんのドライバー見たいってみんな言ってたのに。300ヤードショット見たいわ。1個に負けてもしょうがない、これは。よし、よろしくお願いします、後半も。いやいや、全然大丈夫でしょ。セーフ。やべえ、やべえ、ど真ん中だから。行ってきます。ありがとうございます。行ってきます。美味しい、ありがとうございます。でしょ、だから嫌な予感したんだよ、これもう。塩ドライバーは藤井子です。で、桜川さん
イントロよく見てます。応援してますので、よろしくお願いします。今日楽しみにしてきました。一応、ファッションポイントはオークリーで、黒を着てで固めました。とても難しいコースなので、どんなスコアが出るかわからないんですけど、頑張ってやりたいと思います。ドライバーはタイトリストの91番の D さん使ってます。ファッションポイントはジョーダンスピース意識してます。ドライバーはエピック、キャロウェイのエピックを使ってます。ファッションポイントはジャスティン・トーマスを意識してます。今日は一日頑張ります。頑張ります。今日のファッションポイントは、この前の締まらないジャケットのカッコつけて着てきました。ドライバーもね、今日は多分使えないかなと思いますので頑張ります。よろしくお願いします。今日のファッションポイント、この帽子、ドライバーは今10年前の2008年のスワバーナーを使っています。サブで2007年のバーナーも持っています。ゆっくりと200ヤードぐらい飛ばす感じで行きます。それでは、グッバイ。今日のファッションポイントは、上下ダッチャゴルフです。で、頭はもちろんインゴルフバイザー、唯一私が装着できるインゴルフウェアです。今日はね、距離が短いんで、ドライバー振り回さないで頑張ります。おはようございます。今日のファッションチェックはジャックバイの、一応人参おじさんのデントプレートオレンジを作りました。今日はリンゴルのバイザーに合わせて赤いスカートでチェックのスカート、はい、チェックのスカートで揃えました。着てみました。コロちゃんのおかげでゴルフを始めたようなもんなので、すごく、いつも応援してるし励みになってます。ニューバランスコーデで決めてみました。今日はテーラーメイドの M2 ドライバーです。いつもリンゴル楽しく拝見してます。ぜひこれからも頑張ってやってください。今日この回すごく楽しみにしてました。また出る機会あったら出たいと思います。ありがとうございます。今日の、ファッションポイントはもちろんリンゴルのこのスカートです。ちょうどこの丈も私の身長にちょうどよく、すごく気に入って今年の夏はいっぱい履きました。また可愛いデザインお願いします。心さん、春だぞ。もう終わっちゃった？終わっちゃいました。終わっちゃいます。お疲れ様です。めちゃめちゃ楽しかったです。よかった、うん、ありがとうございます。いいものを見せてもらいました。大変だった、はい、後半の方が大変だったでしょ、はい、締めバーディ締めバーディ。今日はどうでした？1日、まあ、スコアじゃないですから。スコアじゃない、はい、初めての方たちと楽しく回れあ。コースもまあまあ知ってて。あ、そうなんですか。助かりましたけど、うん、やらかしましたね。トリッキーなコース好きなんですけど、うん、いいです。なかなか言わない。トリッキーなコース好きなんですけどっていう方ってなかなか。好きです。ドライバー使わないコースも好きなんですけど、うん、あ、そうなんですか。好きです。なんかやだこんな傾斜って言いながら好き。かっこいいですね。ここをまずリベンジしたい。おーゆっこさんが美穂さんよりも身長大きいんだってことが驚きました。あ、そうだ、小さい人だと思ってたんですか。小さいとは思ってないんですけど、美穂ちゃんが大きいと思った。美穂さんの方が身長あるのかなと思って、あ、それは今日来てなんか新鮮な発見ですよ ね、はい、ね。どっちが勝ったんですか。アウト48 47、はいはい、いい勝負じゃないか。いいね、いいね、いいね。どうなったか。いいわ。49 42 89。ゆこちゃんの勝利。ありがとうございます。負けました。よかった。今日はね、ゆこちゃんの勝利でしたね。ちょっと焼肉おごってもらいます。あ、そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はじゃあ表彰式いくよ。ヘタピコル研究所というのもぜひご覧になってください。はい、私が主張のダバー、こういうキャラ設定です。こういうキャラ設定やっぱあれですね、フォームじゃないとダダ滑りますね。まあこれこれ知ったのが何かのご縁かと思いますので、皆様チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、来た、分かりました。はい、じゃあこちらに来てください。登場して皆さんに紹介したりとか、あとはいろいろなんかよりなんかずんちゃんとコロちゃんとは本当に仲がいいですか。いいね。仲いいですよ。この前のココロちゃんとは
ベッドでゴルフも行きましたし、ずんちゃんとは今日ご飯行こうねって相談したんですけど、まあ、リンゴなんか無理だよって断ってます。はい。ゆこちゃん、ずんちゃんちに泊まったこともあるもんね。確かに。そうですね。泊まったことはもう何回かあります。はい。私はずんちゃんとはまだ何回かしか会ってないので、これから仲良くなっていきたいと思います。正しい。そんなところは仲良くなってきてます。はい。例えば、今日みたいな狭いコースあるじゃないですか。何考えてるんですか。一番広いところにこう刻むようにしてた方が本当はいいですね。それでもやっぱりプレッシャーでちょっと他のコースよりかは曲がりやすくなると思うので、広いところに狙っていく。リズムが速くならないようにゆっくり振るのと、あとはもう止めないで振り切るだけを考えたら、うん、私は合います。振り切るあとリズム本当にリズム大事だと思います。ゴルフ始めて1年半ぐらいで、89まで来たんですけど、ここからなかなか伸びず、もうワンランクアップするにはどうしたらいいかなと思いまして、そう、70を目指しているためにやってる練習が本当に小技なんですけど、もうバンカーとアプローチ練習、あと、もちろんドライバーとかは、もちろん OB とかとそういうのは当たり前なんですけど、まあなんか、OB じゃなければいいと思ってるんで、あとやっぱアプローチとバンカーと、あとパターかなって、私は思って今練習しています。そうですね、やっぱりゴルフってパーオンすると、かなり、楽にパーが取れるようになってくるんで、ドライバーが曲がってないんでしたら、もうアイアンとか、そのユーティリティとかの精度を上げて、パーオン、とにかくパーオンをさせる。なんかピンが手前だったらなんか手前に短めに持ってるじゃなくて、もうとにかく乗せるようにもうグリーンセンターみたいなイメージでやった方が多分スコアは良くなると。発表する前に、1位がね、みほちゃんだったんです。おめでとうございます。レギュラーから回っていただいて、では、優勝の方は、アウトが37、インが39、クロスで76、カウントバックで1位になりました。おめでとうございます。ではプレゼンターの方へ、ありがとうございます。ではもう取り方から皆さんに終わります。同伴者の皆さんも、雰囲気もよく、いつも以上に、の力が発揮できたのかなと思います。また来年度もですね、開催していただいて、ぜひ参加したいと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん今日はお疲れ様でした。やっと天気にも恵まれて、私はもう途中から暑くなって半袖で今日はプレーしてました。でも皆さん今日結構このコースで戦えたんじゃないかなって思うんですけれども、ちなみに普段より悪かったなっていう人ってどのくらいいらっしゃいました。普段の健康不適したってことですね。ありがとうございます。今日は一日ありがとうございました。はい。皆さん今日はお疲れ様でした。多分このコースが初めましての方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、かなり狭さにびっくりしたと思います。私もびっくりしました。マンペマもかなり揺れました。でも今日皆さんと会えて本当に楽しかったです。こんなにサインくださいだとか写真撮ってくださいって言われる機会がないので本当に嬉しいです。今日一日ありがとうございました。